に流れ、光が粒のように反射する岐阜の三大河川を服に落とし込みました。形を持たず自然のままに流れていく水の自由な動きを、唯一の方向や膨らみが揺れることで表現しました。ポイントは2種類のオーガンジーを重ねてつまみ、水の流れを表現したところです。